今回はテントと星空を描いていきたいと思います。使用している画材については動画下の説明欄を参考にしてください。それでは早速描いていきましょう。まずはテントと焚き火の部分から描いていきたいと思います。ユニの水彩色鉛筆805番レモンイエローを使います。画面の下の方に三角形を描いていきます。右側に少し大きめの正三角形を描きます。これがテントの部分になります。三角形を描いたらこの部分を塗ってしまいます。少し離れたところに小さな三角形を描きます。この部分が焚き火の炎になります。筆で溶かしていきます。周りを全部黒で塗ってしまうので少しぐらいはみ出しても大丈夫です。全体を溶かしておきます。この部分を乾かしている間に上の方に空を塗っていきたいと思います。ブルシャンブルー851番でこの辺りから上をすべて塗ってしまいます。画面の左上から斜めに色鉛筆を動かして塗っていきます。全体に同じくらいの濃さで大丈夫です。次にブラック899番もこの上に重ねていきます。左上から塗り始めてだんだん力を抜いて色を薄くしていきます。この真ん中のあたりを薄くしてその後また少しずつ力を入れて右下はちょっと濃くなるように塗っておきましょう。これくらいに塗れたら水筆で溶かしていきます。水筆は軸の部分を軽く押して筆先に十分水を含ませてから使います。画面の左上から右下に向かって色を溶かしていきます。このテントの黄色い部分にだけかからないように気をつけてください。水筆をペタッと大きくマスキングテープの上について斜め方向に動かしながら溶かしていきます。水が足りなくなったら軽く軸を押して水分の量を調節しながら塗ってください。これくらいに溶かせたら筆はきれいにしておきます。ドライヤーを使って乾かします。空の部分に星を飛ばしていきます。絵の具を筆で弾いて飛ばしていくのでこのテントの部分にかからないようにここにはティッシュをかけておきます。ホワイト801番の先をそのまま直接水につけて濡らした筆でこの芯の部分を溶かしていきます。水をたっぷりめにつけて絵の具を多めに溶かしておきましょう。こんな感じでたっぷり絵の具が溶けたらこの部分に筆で弾いて飛ばしていきます。
りなくなったらもう一度筆で水を足して上から弾いて飛ばしていきます。これくらいに飛ばせたら筆はきれいにして、水彩色鉛筆に残った水分も必ずティッシュでしっかりと拭き取って乾かしておきましょう。星の部分が乾いたらこのテントの周りを黒く塗っていきます。背景に少し山並みがあるような感じに塗りたいので、ブラック899番でテントのこの少し上から軽く上下に動かすような感じにして、山に生えている木の感じを描いていきます。上の方が塗れたらこの残りの部分は全部黒で塗ってしまいます。この黄色で塗った部分にかからないようにだけ注意していただいて、あとはざっくり塗ってしまえば OK です。これくらいに塗れたら筆で溶かしていきます。筆にたっぷりめに水をつけて、この上のラインから溶かしていきましょう。筆を寝かせてトントンと置くようにしながら溶かしていきます。この筆の先の形がちょうど木の生えている感じになるように、こんな感じで溶かせたらテントの周りも溶かしていきましょう。黄色い部分にはみ出さないようにちょっと気をつけて、全体を水でなじませていきます。焚き火の周りも溶かしていきましょう。この下の部分は横向きにこんな感じでなじませておきます。全体が溶けたらドライヤーで乾かします。で、黒はこんな感じで色ムラができるのが仕方がないので、ちょっと気になるところだけブラック899番を少し重ね塗りしておきます。ちょっと暗いムラになっていてもあまり気にしなくてもいいと思います。消しゴムを使ってテントのこの明かりが漏れている感じを少し地面に描いていきたいと思います。ちょっぴりだけ下の部分を消しゴムで消します。こんな感じに明るくします。で、炎の部分も消しゴムを使って周りをぼかしていきます。このきっちりした三角形の上を少し消して、こんな感じで全体にもやっとさせましょう。で、この部分にさらに色を重ねていきます。はじめに塗ったレモンイエロー805番をこの今消したところに塗ります。で、炎の部分にも塗りましょう。ちょっとこの中心は白く残して、丸い感じに白く残してその周りを塗ります。
炎の部分にダークオレンジ815番を塗っていきます。この黄色の外側ですね、消しゴムで消したこのうっすらしたぼんやりした感じのところにオレンジ色を重ねていきます。こんな感じに塗れたらカナリーイエロー808番でこのオレンジと黄色の境目をちょっとぼかしていきます。オレンジ色とレモン色の境目に少し塗って色をなじませておきましょう。で、炎の部分、周りの黒を消しすぎた部分は少しブラック899番を重ね塗りして形をちょっと細長く調整しましょう。こんな感じにできたらバンダイキブラウン876番で焚き火の部分に薪を描いておきたいと思います。なんとなくちょっぴりで大丈夫です。そしたらテントの方にも少し描き込みをしましょう。バンダイキブラウン876番そのまま使ってちょっとテントの上の方と斜めにラインを入れておきます。テントの入り口の部分はダークオレンジ815番で三角形に描いておきます。カナリーイエロー808番もちょっと重ね塗りして色をなじませておきましょう。で、少しテントの方に明るさの変化をつけたいので下の方にカナリーイエロー808番をちょっと重ね塗りしておきます。で、上にも少し塗りましょう。で、この辺りが明るくなっているように消しゴムでちょっと消して明るさを足しておきます。最後にこの辺りにちょっと木を描いていきたいと思います。ブラック899番でこんな感じで上の方に向かって幹を描きます。ちょっと濃いめに描きましょう。で、枝と葉っぱを描いていきます。ちょっと斜め下に向かって小刻みに動かしながら葉っぱを描いていきましょう。こんな感じに描けたら反対側も同じように左斜め下に向かって葉っぱを描いていきます。こんな感じに描けたらもう一本向こう側にも描きましょう。今度はちょっと小さめの木にしたいと思います。奥にあるので小さめに描きましょう。で、さらにもう一本描きます。バランスを見ながら何本か描きましょう。で、下の部分の色ムラが気になるようであれば全体に黒をのせておきます。こんな感じで完成です。
いかがだったでしょうか。今回の動画が楽しかったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、あとは書いてみたコメントなどもお待ちしております。いつも楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。